第6節、規定内系が語る現代人が心の力を発揮できない理由なぜ現代人は観音系や聖書に記載されている奇跡的な病気治癒を迷信としてしか受け止めることができなくなってしまったのでしょうか規定内系もとといの移り性変記論に次のような規定と名誉博の対話があります 祈祷師が神前でカジキ通して精神的暗示を与え病人の気分を変えるだけで治ったものと聞いているが今の時代では薬物で体内の病いよを取り除き針やメスで体の外表の邪気を追い出しても治ったり治らなかったりするのはなぜであろうか。希薄大昔の人々は鳥や獣と自然の中で暮らす原始的な生活をしていました。 今のように肉親間の争い事や立身出世の欲望もなくあっさりしていましたそのため病気の原因が体内に侵入してもほんの外表に止まるだけで今のように精神的疲労すなわちストレスによって抵抗力が弱まり体の奥深くまで侵入するというようなことは思いもよりませんでしたこのようなわけで薬物を用いて 体内の横島を除いたり、針やメスで外表の横島を追い払ったりする必要はありませんでした。それは、なんと申しましても、精神的な暗示を与えて気分を変えるだけで病気が治ったほど、大昔はストレスもなく、世の中が単純で、人々の心が素直であったからであります。ここで、針やメスと言っているうちの、針は、 現代も続いている針球の針を意味しますが、メスは現代のような外科手術のメスではなく、簡単な刃物で皮膚を傷つけて海や血を吸い出す技術を言います。この対話は2000年も昔の漢の時代に書かれたとは思えないほど新鮮な内容で、現代にも立派に通用する内容を述べています。人の心が純粋で、素直であれば、 簡単なお祈りでもして自己暗示をかければ、病気は治るということです。これは現在でも一部は通用しています偽薬プラシーボ効果といい偽物のうどん粉などでも医師がよく効く薬であるといって暗示をかければある程度の効果があることは知られていますまた同じ薬であっても投薬する医師が有効であると思って投与する場合は どうせ大した効果はないと思って投与する場合に比べてより有効であることもよく知られています。催眠術や暗示の効果は心が素直な人はある程度は認められますが初めから疑り深い人や心があまり素直でない人ではほとんど効果がありません。現代人の心は多大なストレスや肉体的な不摂生によりひどく歪められているため 簡単で素朴な精神療法や宗教的な暗示ではほとんど効果が認められません昔なら観音様の力を心に念じなさいとか阿弥陀如来の救済にすがりなさいとかイエス様の言葉を信じなさいというだけで多くの人々が病魔から救済されたのに今ではそんなのは迷信だよとか変な宗教団体に 騙されているだけだよ。って終わってしまうのです。